こんにちは、クリームです。久々にですね、ちょっとレビュー動画を撮ってみたくなったので撮影しています。先日ですね、3日ぐらい前に新しいカメラを購入しまして、それがライカ SL2S なんですけれども、全く買うつもりはなかったんですが、まあ、Twitter ですとかでですね、フォローしてる人がライカの Q2 からですね、SL2S に買い替えてまして、まあ、ちょっと気にはなってまして、で、新宿に行ったついでにちょっと触ってみたんですけれども、ではですね、気づいたら家にあったっていうですね感じでゲットしてしまったんですけれども、それでもう静止画もですね、動画も素晴らしく、満足してまして、で、一応 Q2 からの買い替えで考えてるので Q2 は手放そうかなと思ったりしてるんですけれども、それで久々にですね、Vlog といいますか、レビューを撮ろうと思って、今セットアップしてみたらですね、思ったより快適だったので、Vlog の、撮り方について、今日はご紹介したいと思います。今ですね、SL2S に SIGMA の 2470F2.8 っていうレンズをつけてまして、それで音はですね、もう本体で撮っています。普段マイクを使って、マイクプリオーディオインターフェースで撮ってるんですけれども、結構音もいいのでですね、SL2S のマイクで撮っています。で、今、ここに撮影、レンズ向けてるんですけど、この右下にですね、iPad を、iPad Pro かな、置いてまして、Leica Phosっていうアプリでですね、写りを確かめながら、撮ってます。で、これがすごく快適でですね、ちょっとスクリーンレコーディング撮ってみたいんですけれども、で、今こういう感じで、まずフォーカスの設定がですね、フェイスディテクションですね。ちょっと瞳オートフォーカスですね、ソニーみたいな機能がついてないんですけど、まあ顔認識はですね、結構正確にやってくれるみたいで、僕がフォーカス外れると、まあ、こう、すぐ戻ってきてくれるんですよね。結構な認識で、で、今コンティニアスですね。で、Q2 の時はコンティニアスってかなり使いづらかったんですけど、SL2S はコンティニアスもですね、まあまあ快適で、こう遠近感ですね、焦点距離、被写体からの距離が変わっても、いい感じにですね、フォーカス移動してくれますね。で、今、インテリジェントオートフォーカスっていう IAF っていうモードでやってまして、で、まあ、なんか、いい感じにしてくれるみたいですね。はい。普通のオートフォーカス、普通の AFC もあります。オートフォーカスコンティニアスですね。で、これがかなり快適だなと思って、何か、iPhone ですかね。まあ、商品。何かこう商品を紹介したいとき。あ、フェイスディテクションか。だからこうか。まあ、こうできたりしますし、フォーカスなんてないか。こうか。まあ、ちょっと難しいですけど、まあ、ちょっと何が必要ですけど、まあフェイスディテクションですね、結構快適にできてますね。で、ここで、ISO ですね。変えられますし、
ね。戻らない。戻ったんだ、さっき。ぐいぐい。ちょっと戻らなくなっちゃったんですけど、で、フチも変えられて、で、ISO をオートで撮ってたんですけど、それだとちょっと動いて、明るさが変化すると、露出が変わっちゃうので、マニュアルで ISO400、F2.8 が良好で、で、24fps で撮ってるので、50分の1シャッタースピードにしています。で、この左下のこのハンバーガーメニューは今効かないんですね。静止画モードだと、オートフォーカスじゃないわ、ホワイトバランスをですね、ここで編集したりできますね。これ戻らないのかい。はい。で、今、ホワイトバランスは、オートだとちょっと青っぽくなっちゃうんで、曇りかな。に設定しますね。で、ちょっと暗めにしてまして、こういう感じの様子でやっています。はい。で、SL はですね、レンズがすごく高いんですよね。で、5、60万してるので、まあ M 型レンズもまあそうなんですけど、新品だと。で、はじめ、SL って何って感じで、中盤じゃないみたいだし、まあ、フルサイズ 35mm で、だけど中盤並みの価格だし、レンズもバカ高いと。で、オートフォーカスのできるライカ、意味わからんと思ったんですけども、まあ、一度手にしたらですね、もうものすごく良すぎて、SL、SL2、SL2S と進化してきてるんですけど、僕はこの SL2S がすごく気に入ってますね。グリップの感じがね、握った時の感じもすごく手に馴染んで、SL2 と SL はちょっとだけ大きい感じしますね、握った時に。で、しかも、この2470F2.8 っていうのは、まあ、ライカからももちろん出てまして、30万ぐらいですかね。ただ、このシグマのレンズが、ライカが OEM してですね、作ってもらってるみたいなことがあって、つまりライカの 2470F2.8 は中身はシグマみたいなんですね。噂というかほぼ確定みたいな情報もあったので、まあ、価格も3分の1以下だし、とりあえずシグマのですね、レンズでいいかと思って、で、BMPCC4K が僕の中で盛り上がっていて、メタボーンズのマウントアダプターでシグマレンズデビューしようと思ってた矢先に、この SL に出会っちゃったんで、BMPCC ですとか Q2 も売っちゃおうと思ってるんですけど、で、シグマのレンズは L マウントではこれが初めてでですね。で、L マウントってやっぱすごいですね。この、いろんなレンズが付けられるので、で、シグマのレンズ調べてたら、やっぱりアートがいい感じ、シャープネスもいいし、描写もいいっていうことで、で、24mmF1.4 かな、で、35mmF1.4 ですとか、もういろいろと揃えたいなと思ってるところです。で、今はですね、まあ、どういう設定で撮ってるかっていうと、今こういう設定で撮ってまして、パソコンで前はキャプチャーワンのテザー撮影モードで、映り確認しながらやってたんですけれども、モライカフォスでですね、こういう感じで快適に撮影できています。で、ズームですとか、Google ミーティングでもですね、USB-C の HDMI、変換ですかね。キャプチャーなんとかかな。っていうのを使えば、ライカ
SL2S が、USB-C で、Mac 側に USB-C、Leica SL2S が HDMI、フル HDMI で、で、Mac に USB-C と HDMI の変換をつなぎ、接続して、それでつなげられるんですよね。なので、Web ミーティングを受けるようになって、今それを購入して取り寄せ中なんですけれども、それが届けば、SL2S をですね、Web ミーティングに使えるということで、結構楽しみにしています。で、今のレンズが F2.8 なので、F1.4 の 24mm かな。ぐらいはやっぱり欲しいかなと思ってます。ただあと焦点工房のですね、L マウントを、あ、M マウントを L マウントに変換するアダプターをですね購入しまして、で今 SL2S 買うとライカ純正のLM 変換アダプターはついてくるんですけれども、なんかハガキを送らないといけないんですよね。で、届くのがちょっと先になりそうなのと、で、それって近接できないので、で、焦点工房からできてるのはこう M 型レンズが1メーターの最短撮影だとすると、多分70センチか60センチぐらいまで寄れると。で、僕65センチまで寄れる、35mmF2 のゼミクロを持ってるんですけど、それかなり寄れますね。30センチ弱、多分25センチぐらいかな。まで寄れてると思うんですけど、かなり使い勝手のいいレンズになりまして、で、それを使うと M 型レンズ、ほぼ全部つけられると。いうことで、まあ、ズマールですとかですね、まあ、ズマリットとか、まあ、オールドレンズって言われるですね、映りもですね、ふわっとしてですね、光が拡散して、シャープネスも弱いみたいな、レンズも付けられて、静止画も動画も素晴らしいですし、で、M 型レンズを付けて動画を撮りたかったんですよね。で、それの場合は、Leica M Type 240しか今まで選択肢がなかったんで、SL はノーマークだったんですが、素晴らしいシステムだってことを気づいて今、堪能中です。ですので、まあ、気になる方は、まあ、僕はマップカメラですね、新宿のお店で購入したんですけども、あそこは地下降りた瞬間ですね、もう、SL シリーズだけでなくて、Q2、あと、Q2 モノクローム、M10P ですとか、M10R とかですね。全部試し放題触れるので。で、USB も入れてですね、データも確認させてもらえるので、ぜひ機会があれば、見てください。はい。というわけで、今日はこういう感じの動画になります。また、お会いしましょう。それでは、また。